お疲れ様です。ブックアイランドジュニアイルマ店ではこちらじゃん、小学生限定デュエルマスターズ500円デッキっていうのやってます。やっぱり小学生ってさ、お金があんまりねなかったりしてさ、いろんなデッキとか組めないじゃん。でもさ、スタートデッキだけだとなかなか勝てないよね。だから、そういう小学生たちのみんなが、いろんなデッキを触ってもらいたいね、安い金額でっていうことで、特別にこういう500円のデッキを置いてあります。これは大人は買えないの。ちょっとね、500円じゃ買えないような内容のデッキが結構あるんだよね。そう。なので、大人には買えない、小学生向けのものがあります。じゃあ、そんな赤字の商品なんか置いちゃってお店大丈夫って思うじゃないですか。これはですね、最初はお店で作ったんだよ。でも、お店はやっぱりさ、まあ、利益を求める部分が必ずあるから、サービス品とは言ってもなかなかそんなにいいものは作れなかったの。でもこういうのやってるんだっていうアピールをしたら、結構全国から、いや、じゃあ僕が協力しますよ、私が協力しますみたいな感じでデッキを作ってうちに送ってきてくれる人がたくさん出てきたの。ありがたいよね。やっぱりさ、ベテランのそのデュエルマスターズプレイヤーは、まあ自分はすごいデッキ作ってて、まあ余ったカードとかもたくさんあるからなんだろうけど、それ以上にやっぱりこの面白いゲームを小学生たちにやってもらいたいと、みんなに触ってもらいたいっていう、そういう気持ちがあるから作ってくれるんだよね。そうだよね、きっとね。はい。なんかみんなのそういうなんか、お気持ちがあるおかげで、この企画、もう3年ぐらいやってるかな。そんくらい、うん、3年、下手したらよ、まあ、うん、結構 3年ぐらいはやってますね。そうなの、結構続いてるの。しかも途切れることなく結構みんなが、これ、小学生に、つって送ってきてくれます。はい。そんな中、今回も、アスクさん。はい。アスクさんってね、ほら、ゆうへいパパさんの流れで、うちのこと知ってくださった方なんですけど、うん、が、なんと今回、5個も。あ、なんか、あ、すごい。表紙だけでやばいですか？表紙だけでお分かりになりますか？すごいけど、大丈夫なのかな？500円で置いたら怒られるようなものが、お手紙入ってるんで簡単に読みます。はい、いいですか？ちょっと表紙だけで申し訳ないが。いきますよ。はい。ブックアイランドイルマ店様へ、梅雨入り前から暑い日が続いております中、いかがお過ごしでしょうか。時効の挨拶ありがとうございます。こちらは雨の日が続き梅雨を実感しております。こちらもです。本来であればもっと早く送るつもりでしたが、私事などありなかなか送ることができず申し訳ありません。小学生限定の500円デッキ5個作りました。送らせていただきます。若干難しいデッキもありますが、手に取ってくれた子供たちが楽しんでくれたら幸いですと。また暑い日が続くと思いますので、熱中症などお気をつけください。アスクさん、ありがとうございます。もう大人なお手紙でした。はい、ありがとうございます。はい、でこちらの、5種類です。簡単に、わかる？どう、ヒドルさん、なんか説明せずとも、でもこれマジックですよね。あ、今流行りのマジックってやつで、一応このデッキに解説書的なものもちゃんとつけてくださってる、はい、お、なんかしっかりしてるじゃん。すごい、しっかり、結構マジック、水色の、え、本当に大丈夫ってぐらいには結構ちゃんとしますよ。お、最速2ターンで革命人が相手に襲いかかる。こういう風になんかね、このデッキこういうのだよっていうのを書いてくださると、はい、うちも、まあお客さんも小学生も分かりやすいんじゃないかな。綺麗、はい、な字だしな。あ、綺麗、これ、あ、すごいっすよ、このデッキ。このデッキすごいですよ。これ絶対500円じゃ買えないんで。ああ、そう、うん。はい。でもこういうのをちゃんと小学生に触ってもらいたい。はい、触ってもらいたい。経験してもらいということで、はい、はい。まあ、あとこの3つもね。はい、ということでした。はい、アスクさん、ご協力ありがとうございます。こういうふうに、協力してくれる、子供たちのために、こういうのを提供しようっていう、大人のお気持ちがあるおかげで、この企画、継続できてますので。はい、ありがとうございます。アスクさんには、うちの方からね、なんかお礼の品ちょっと送るんで。はい。でも本当にありがとうございます。はい、じゃあ500円デッキ、頑張って、提供するぞ。小学生、おいで。